はい、というわけで今静岡周辺の場所にいますね。こちらは静岡の駅周辺の上部ね、静岡すごいね。はい、ここは15号車の舞台の場所なね。はい、こちらも馴染み深い地下通路ですね。でここ経由でああいうところに行けるんですよ。まあ、あれな、歩いてるんですよ、知ってるんで大体。はい、こういうところがありますね。はい、こちらは徳川家の丘陵地帯なんですが、徳川家康がまだ今の東京ね、今の首都圏に移る前の、ね、そう関東地域の武蔵って言われてたんですよ。地域にね、そう遷都する前の、まあ、ここに根城あったんですよ。三河とかに、浜松とかにそう移ってたんですよ、ね、浜松さんとか静岡作ったそういうことこう丘陵地帯である直轄領であることを世界に証明したの、そういうことね。こちらが路線バスね、いろんな場所にこうやって並んでいくんで、ね、サムはこれからどうしようかね、駿河湾に行こうかで、まあここね、さあ何を買うと、まあ、あのゴジラ対ビオランテのね、あの芦ノ湖であの山梨にある、さあここね、さあここで舞台設定して、これから入って、ここ、靴やったらもう見つかるんやって、そう、見つかるんや。皆さんもこれありやろ、東方で起こるマッチ棒ね、棒を見てください。この先にゴジラがいいんですね。そう、こうやって撮影やるの。今はモーションキャプチャーって言って、これで皆さんみたいな、俺みたいな姿を、合成して作って、これで架空のこういう、相当の地を作って、これで撮影し始めたよ。もううるさくなって、どこで揉め始めてるから、もう揉めてたよ、日本国内揉め始めたよ、共通で揉めてるから、これでもう架空の設定にしようって、もう最悪バックトゥザフューチャーの数百年後のの設定にしようかで、もう俺ぐらいの女事態になってもだよ、もう架空にしようって言ったら、もう架空の世界にしようって、これ金子修介さんのGMK5時が照明画面の作品だ、そういうこと。あの時のカメラはそう自衛隊そう条件が厳しかったよ、今でこそあ、かまいません、まあ、兵器の実験考えればそう別にいいんですよ、劇そうこれで手塚正明さんが、まあ、果たしてそう前回の反省を踏まえてね、そして金子修介の GMK5 時でそう、やったよ、そう、日本防衛軍って形で対ゴジラ戦ねしたんや、あの横浜ね、そう誕生日会浦賀水道ね、そうあそこ、海上自衛隊がぶつかった場所ね、そう、そこで激突したんや、今回はちょっと、東京湾にした、ちょっと、今回はあの GMK5 時のアナウンサーって護衛艦じゃなくてさ、潜水艦にしようかで、潜水艦でさ水中発射式の誘導弾で、これでデッドリーアイスね、効率検出のさ結氷のね、さシャイニングフォース作品でできた、これを、水中から発射してゴジラを凍らせる、ほんでなんで津波を起こした、さゴジラを、冷たくせんとあの、海水でそう冷やさんとさ、デッドあったよ、それはまあ予定ね、まだまだ予定なんやけどまだ分からんね、新山大津波最初から日本の圧力を上げたよ、こうなるぞ、こうなるぞ、恐ろしいことに見せてやって、高難者商品転売詐欺事件、あれで切れました、作戦決行決めました、さすがにあれもう作戦決行決めました、そういうことですね、ことですね、まあね、まあ、今回静岡初めてなんであまりわからないんで、まあ駿河はいいんで、今回演習な海を撮ったんで面白かったんでな、今日はあの県庁の本庁、ね、もうすぐ、知事選挙が始まるんでな、どんな方がなんていうのかって、ね、
って感じね。そういうね、まあ日本つ恐怖にね、そう、ちなみに皆さん、そう、まあ試しにね、東、まあいろいろ南海大震災で災害で騒いでるやろ、大津波を。これ調べたらね、止まるって分かりました。多分ここも大丈夫だと思います。止まります、多分いいと思います、多分と思います、多分大丈夫だと思います。海域のあの状況見たら、多分調べた結果そう、ああいう結果です。そう、何度もやっても無理です。そう、ああ東京湾ああ残念ながら起こりません。浸水することはありません。台風とかあのこうゲイラ豪雨とかで洪水起こるんやけどね、 それ除けば大抵は大丈夫です。起こらない。そう、千葉県全体と茨城防波堤になるんです。そう、これ防げるって。そう、最初はこういうことやで、そういうこと。こちらは東海の傘下の静岡駅の状況ですね。まあさすが政令指定都市ですね。もうね、リニアはね、活気づいてる人たち、そう、反対してるの知ってますよ。そう、これはちょっと中止すべき。そう、これ値段書いてないんだけど、残念だけど、通常の新幹線、あとこの、なんていうか、東京から前原1万2100円するとしたら、この場合の2万7000円ぐらいかかるって。そう、結構な、お金がかかるってことです。そう、ないよね、皆さん、日本の相当10万円ぐらい持っていってくれ、クレジットカード。あんまやめた方がいいで、クレジット。それと、あとにトラブルになるから、そう、気をつけてください、ことですね。あんまり気をつけた方がいい。はい、なんで私、時間書いてあるか、そう、これ書かないとダメやって、そう、過去を遡って、そう、編集したい、一体何時、何月、撮ったんか、そう、忘れてまうって。一体いつ何時撮ったんかって言われたら大変やからね、そういう事態ですね。こちらが静岡の市内ね、こういうことです。あ、 JR 東海の、ね、静岡市の、ね、市はね、こうね、こういうね、すごいね、静岡。ようあんな政令とか書けるね。これどれの意味のよう書けるなあね。まあいいや、んなに私も思ったよ。静岡駅の南口ね、こういうことね、状況ですね。結構ね、広いな結構。いや、今日は海とかちょっと初めてなんで分からないんで、分からないんで、自分で探索しますね。あ、こちらが静岡駅、ね、この先に市役所、あ、県庁があるんや。そう、状況ですね、これがすね、え、本当にさすが東西には、全部銀座だるね、岐阜とか愛知とか、そう見えねえ、そう、ねえ、そう、徳川家がなんでここを直轄領域、ここら辺をな、直轄領域、納得やろ、徳川幕府っていうか、直轄、納得や、戦略的に重要だ、分かったんで、こう。今でも重要ですよ、そう、新幹線もう拠点やからね。だってここ合わせた岐阜羽島から、そう、熱海まであるほどね、うん、よし、握ってるから、そう、こういうことや、ね、そういうことですね。ね、北陸新幹線でもなんで滋賀県の前橋沿線化できる、それは JR 東海のため。調べた、滋賀県の長浜市ね、貫通するって。そう、私も山見てるんで、これね、山壊して、そう、新幹線も作らない、無理、追い出し食らうと、強制退去食らうと、恐ろしい事態に気づいたよ、ね、
造がね、止められていくさ、強制退去を食らうじゃん。しようかなと思ってるんだよな。したいな、結構。はい、あちらが大手の穴吹工務店。工務店の静岡店で、静岡駅前店。事務所ですね。本当にです。ねえ、これね、7月から告示やから、そう、告示やと計算したら、もう6月中には。こういうとこポスターなんだね。残念ながらこういうとこあったらあかんねあんまり。僕は自分だって中立でつって、ね、こういう業者もいるんや、その自民党 のプラカードみたいなの私そう、こういうあるんや、そういうことです。まあ後ほどこうね、今の交通状況でした。以上です。